監修の由来となった、貴族院院内総務クランボーン施策、ソールズベリードクトリンあるいは、ソールズベリーコンベンションとは、政権与党がマニフェストに記載し、選挙の宣令を受けた上で会員を通過させた、法案は、上院は修正はできるが阻止することはできない、とする英国議会の不分立。この監修名の由来は、当時の貴族院院内総務クランボーン施策に基づく、 また、クランボーン教と、同院野党院内総務の初代アディソン主釈両者の名をとって、ソールズベリーアディソン官公とも呼ばれる。英国議会は、庶民院と貴族院からなり、貴族院においては保守党が、半永久的に多数を占めていた。この状況を利用して、貴族院が政府法案を葬ることがしばしばあった。しかし、1909年に、 大倉大臣、ロイド・ジョージの提出した人民予算を動員が否決したことは自由党政府としても感化できず、時のアスキス首相は貴族院の金銭法案拒否権を制限する1911年議会法案を成立させた。これ以降は議会法の改正を望む。 保守党と貴族院改革を求める、新興野党労働党双方が共に譲らず、第二次世界大戦後まで目立った進展はなかった。監修成立時の野党院内総務アディソン施策、第二次世界大戦中のドイツ降伏後、労働党は直ちに連立政権からの離脱を図って、総選挙に備えた。その結果は労働党の地滑り的な勝利で、 党として、初めて絶対多数を得て成中なく、政策を実行する機会を得た。そのため、貴族院改革実行の風向きが増すとともに、労働党が、積極的に、議会法を用いて、貴族院の金銭法案拒否権を封じる、可能性が懸念された。そこで、当時の貴族院院内総務クランボーン施策は1945年8月に、貴族院が、 国民の見解を有する法案に反対するのは誤りとして、両政党間の緊張緩和を図った。また、クランボーン教は続く10月の審議にも、この精神に反する者は議会の決定を押し殺しているとまで述べて、監修の定着を促している。この監修が成立できた背景には、クランボーン教と野党院内総務アディソン教との協調関係があったとされる。 その後、労働党の政権担当機にこの監修が、しばしば適用されて、議会監修化している。すなわち、1977年航空、造船業法及び1978年、スコットランド法の審議過程で二度用いられて、法案成立の決定だとなった。また、保守党の貴族院野党院内総務第六大キャリントン、男爵も労働党政権期に非公選議員が、 国民に選ばれた庶民人の意思を覆すべきではないとする答弁を行っている。この後、監修は1999年に転機を迎えることとなる。ジョン・ウェイカムを長とする委員会も監修を肯定した。1999年に世俗貴族の議席を全て削除する貴族院法が成立した。貴族院構成に大きな変化が起こると監修が現在も 有効かどうかの議論が生じた。そのため、貴族院法制定後にジョン・ウェイカムを長とする、貴族院改革をめぐる、法律委員会が組織されると、同委員会も、監修の有効性に触れている。例えば、そのウェイカム委員会報告書の中では、有権者委員の性格を持つ、本監修は依然として有効であり、今後も維持されるべきとして、引き続き、第二委員による、 第一委員の意思の尊重を求めた。加えて、マニュエストのみならず、一般法案にも適用すべく、観光立法化すべきという一歩踏み込んだ提言も行っている。これに対して労働党政府は2001年白書の中で、趣旨には賛同するが法制化はひとまず先送りとする姿勢を示した。 続く2002年の合同委員会による第一次報告でも本監修は肯定されたほか、翌年の第二次報告でもソールズベリードクトリンの維持が貴族院改革の一部になるとの見解が示された。以降も現在に至るまで監修の法制化が議論されている。クランボーン卿とアビソン卿は以下の原則に合意した。これはすなわち以下のようにまとめることができる。2005年に 貴族院において、慣習の成分化が審議されたが、保守党や自由民主党議員から反対の声が上がった。しかし労働党はその後も引き下がらず、党マニフェストに法制化の項目を盛り込んだ。トニー・ブレア首相は2006年に、ジャック・カニンガム前内務大臣を長とする、観光に関する合同委員会を組織させて、法制化の可能性を再び検討した。 その委員会勧告では、勧衆が不文憲法を構成する一部分として、現状維持されるべきとの提言にとどまり、法制化は見送られた。貴族委員は、庶民委員の提出した金銭法案を修正、否決しないことが当時の慣例であった。そのため、土地課税を目論む自由党政府は、課税条項を予算案に付け加えることで、 地主の占める貴族員による反発を封じ込めようとした。ありがとうございます。